そうですね、どう感じ、どういうふうに行動するのか、むちゃくちゃ大事ですよね。まあ、情報商材目にしても詐欺だと思ってね通り過ぎる人もいれば、信じてやってみてうまくいかないから詐欺だっていう方もいればね、信じてやってみてうまくいったんでありがとうみたいな感じがあったりね、まあ、様々ですよね。まあ、私なんてのはね、あのおかげさまで、まあ大きな情報商材っていうのを3つ手にしたんですけども、2つはむちゃくちゃヒットしました。もう1つはとんずらこかれました。でもそれですらね利益に変えることはできるんだなと思って、結局損しても得、得したものは得、いいことばっかりだなと思うんですよ。全部ね考え方なのかな、その工夫の仕方、まさに自分の手の中にあるそのカードね、うん、ポーカーで言ったら豚ですら使えるってことなんですよ。で使わないとなと思いますよね。まあ、そういうことができずに自分の工夫が至らないから人のせいにしたりする、そういうこともあるんだなと思います。そして解釈の力なんですけども、まあ、ちょっとねもう一回蒸し返すようですけども、まあ、堀井さんがね餃子屋さんに行って、なんかねそういうことの一件がありましたけども、私はそれに対してね堀井さんのことはちょっと置いといて、餃子屋さんに嫌がらせの電話をする人がいなければいいのにっていう風なね動画をね何回も上げてるんですけども、お前の考え方間違えてるぞ、もともとはゲームを作った俺が悪いんだとかね、こんなこと予見できたはずだとかね、なんか言う方もいて、いやそれは全然私話題にしてないんですよ。そういうことではなくて、どんなことがあってもねその現象を受け取って関係ない自分が誹謗中傷するために店を特定するとかね、いちいち店特定しなくてもいいじゃないかよみたいなね、いちいち特定して、それでいちいちそれを拡散して、でいちいち連絡っていうか、ね、嫌がらせをしてね、何なんだろうなと思っちゃいますよね。だから、ね、タチが悪いのはこの平民だなと思いますし、いや堀江さんは影響力があるから発言気をつけないとって言うけど、いやあの影響力を持たしてるのは誰なんですかってことですよね。堀江さんがなんかそういう事件を起こしても、別に他の有名人芸能人が起こしても反応しなければいいんですよ。いちいちね反応するにしても心の中でそう思っときゃいいわけであって、何いちいちね特定だとかね、あの嫌がらせ電話だとかね、いやそれは別に誰も望んでないんじゃないの、あなたが勝手に考えたんでしょってことですよね。誰も望んでないと思いますよ。誰かがね、まあ、この県から離れてね、誰かの現象を見てそれについてねいろいろ考えたりとかね、誰かと話し合うっていうのはあると思いますけども、なんか電話をかけてなんかね閉店に追い込もうとかね、何なんでしょうね。だからこのね特定警察とかね、自粛警察とかね、もう余計なお世話だと、お前のことをやるとだから私思ったんですけども、他者を特定するよりもお前自分自身の人生特定した方がいいんじゃないのみたいな思っちゃいましたね。そういう私も人のことを言ってますね、これね。何なんでしょうかこれは私はまあ隠居なんでね、世の中の常識分かりません。常識外れ、異常識分かってないって言われてもその通りです、隠居なんで。でお前はね全然言うことめちゃくちゃだと、バカ野郎とか言われても当然です。もうバカバカしいですね、私の言ってることもやってることも。まあ私はねだからね、まあ、最もね才能もないし、何も持ってない人間ですよ。だから一本木に一つのことをずっとやるんでしょうね、きっと。で才能もね人脈もね、それこそお金もないと、何にもないわけですから、何にもないどうしようもない40歳過ぎた人間がインターネットってものをやって、何にもないからインターネットをやり込むしかなかったんですよ。でやり込んだんですよ、何にもないから、ね、何の人生に実績もない、誇れるものもない、知能もない、もうクソ三流以下の人間がですね、何にもないことを自覚したからこそこれだと思ったものをずっとやっていったんですよ。そして未だに大して何もないですけども、まあでもね、拘束、私を拘束するものもないみたいなところに来たのかなと思いますよね。まあそれでいいんじゃないですか。で私がどう生きようとね、まあいいじゃないですかということですよねね、吉田さんね、どう感じどう動くかですよ。自分はしょうもない人間だなと思ったんでこう動いたのが私でございます。で人のことについていろいろ感じてどう動くか、よし嫌がらせ電話だ、まあそれで
何か自分の人生特定できるんでしょうかってことですよね。なんでしょうね、うん、いや今回はそんなところですね。いってらっしゃい。